今日はですね、元国税調査官、国税局で10年間、主に法人税担当で調査官として勤務していた大村応次郎氏の著書、消費税という巨大権益についてですね、この中身が本当なのかどうかね、ちょっと確認をしていきたいと思っています。ただし、質問たくさんありますので、まとめてね、質問しますので、ぜひ政府参考人は簡潔にお答えください。で、最後に鈴木大臣にはお聞きしますので、ぜひやり取りを聞いていただければありがたいと思っております。まずですね、先ほど申し上げた資料の、表紙だけね、皆さんにお配りしてありますけれども、その本はこういう本であります。私もですね、野田委員が言ったようにですね、政府と日銀が連携して、日本の経済財政をですね、しっかりしていかなくちゃならないという点は同じでありますけれども、しかし、頂上は、目指すべき頂上は同じであっても、私と野田委員とは、目指すべき、その作るべき財源は全く別であります。それをしっかり申し上げたいと思います。まずですね、消費税は公平な税金だという大きな嘘は本当かということでありますが、一つ目は消費税を増税したがる人々がいるっていうんですね。それは財務省や財界、大手新聞社など消費税を導入したい人々によってこれをけたたましく喧伝されてきたと。消費税は国民全体で負担するから公平だと。日本は間接税の割合が低すぎるから増税するならば消費税というような宣伝を、喧伝をしてきたと。こんなことでですね、日本国民の多くの人がね、消費税は必要な税金なのかなと思わされてきたと。こういうことでありますが、消費税を増税したがる人々についてですね、財務省も指摘されているんですが、いかがですか。住沢主税局長。お答え申し上げます。消費税につきましては、その創設以来、国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から税率の引き上げ等が行われてきたところでございます。思ってないけど思ってないで、消費税の創設やその税率の引き上げに際しましては、政府や与党の税制調査会等で議論が行われ、国会でもご審議いただいて可決していただいたものであり、ご指摘は当たらないと考えております。福田昭夫君。はい、委員長。局長、そんな長い答弁いりません。そうは思ってませんって答えればそれでいいですよ。次ですね、2つ目でありますが、これまとめてね、3点伺います。物品税を廃止して消費税を作るために言われた嘘は本当かどうかということであります。資料の2をご覧いただきたいと思ってますが、まず第一点、物品税はなぜ廃止されたのか。物品税は宝石やブランド品、自動車などの贅沢品に課税する税金で、消費税に比べれば格段に効率的に公平な税金だったと。なぜ廃止されたのかということでありますが、税務署の職員でさえなんでこんなにいい税金廃止してしまうんだということで大変ですね、騒いだそうであります。そして2つ目、社会保障のため消費税は不可欠だという嘘であります。資料の2をご覧いただきたいと思います。消費税の使途のですね、概念図であります。これ財務省がですね、指導して作っている概念図でありますが、消費税は現在ですね、年金、医療、介護、少子化対策の4経費にですね、令和5年度予算では国分では18兆8000億円超当てられているというふうに載っております。まだまだ13兆8000億円超足りないと、こういうふうに書いてありますけれども、しかしお金に色はついてないのですよ。なんでこれ消費税が社会福祉税にこの4経費に当てられるって証明できるんですか。証明できるかできないか、それだけ答えてください。でですね、その次ですね、第3点、社会保障費が財政を圧迫しているという嘘についてであります。日本の財政はですね、1990年代初頭までは非常に安定をしておりました。その当時はまだですね、財政赤字は100兆円を下回っておりました。ところがバブル崩壊以降ですね、90年代に至って公共事業のですね、630兆円ですね、それを投資をしたことによってそのまま赤字財政に転落してですね、どんどん財政を圧迫してきたのが歴史であります。最近ではね、もちろんなとか高齢化も進んで増えてきておりますが、もともとはですね、この公共事業が630兆円、これが実はね、実は日本の財政を悪化してきた、圧迫してきたというですね、もともとの理由でありますが、この3点について簡潔に答えてください。住沢主税局長。1点目についてお答え申し上げます。消費税が創設する以前の物品税についてでございますが、当時物品の間でのこの課税の不均衡や不公平の問題が指摘をされておりました。具体的には物品税は個別に列挙された物品にだけ課税するという仕組みでございましたので、ブラウン管テレビには課税されるけれども液晶テレビには課税されない等々の不均衡が生じており、こういった問題に対応する観点から、消費一般に広く公平に負担を求める税として消費税が創設されるに至ったものでございます。財務省中村司経局次長。2点目3点目、社会保障関係についてお答えいたします。
います。まず第1点でございますけれども、社会保障と消費税の関係でございますが、消費税法第1条第2項におきまして、消費税の収入は社会保障4経費に充てるということが明記されております。それはいいです。どうやって証明することは、加えましてですね、予算相続にも同じようなことが書いております。それはいいです。はい、それで、どうやって証明するの。はい、消費税収が社会保障4経費に充てられることを国民の皆様にきちんと実感して説明してもらえることは非常に重要だと思っておりまして、こうした説明をきちんと尽くしていきたいというふうに考えております。はい、第2点でございます。社会保障費が財政を圧迫しているという点でございますけれども、委員ご指摘のとおり、1990年代、これは公共事業費が、関係費が歳出の主な増加要因だったことは事実でございます。他方でその後ですね、90年度以降から足元までの累計で見ますと、社会保障関係費は歳出の主たる増加要因でございましたということでございます。以上でございます。福田昭夫君。証明しようがないじゃないですか、お金に色がついてないんだ。そういう嘘ついちゃダメですよ。で、第4点と5点まとめて伺います。日本の金持ちの税金は欧米より高いという嘘です。これ資料の3をご覧ください。それから5点、日本の法人税は世界的に高いという嘘であります。資料の4ご覧ください。これまさにですね、消費税を作ってからどんどんですね、まさに所得税が下がっていった経緯が表されております。それから資料の4はですね、まさに消費税を作ってから法人税がどん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 下がっていたことが明確に一目瞭然となっております。このことについてですね、こういうふうに下げていったということがやっぱりですね、日本の財政を悪化させたという認識はありますか。水沢主税局長。お答え申し上げます。諸外国と比べて所得税および法人税の負担が低いのか高いのかということでございますけれども、まず所得税について申し上げますと、年収が5000万円を超えるような高所得者で比較してみますと、我が国の個人所得課税の実効税率はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツといった国々よりも高い水準となっているのが実態でございます。また法人税につきましては、成長志向の法人税改革ということで、課税ベースの拡大を行いながら税率を引き下げてまいりましたが、現在主要先進国の中では、ドイツと並んで、この主要諸国の中では、比較的高い部類に入っているということで、ギリギリこの国際的に遜色ない水準になっているというふうに認識をいたしております。会長、福田昭夫君。それはあくまでも表面税率じゃないですか。大村君が言っておりますよ、この所得税についてもですね、実質の負担率は、個人所得税の実質負担率は日本はなんとこれ7.2%、 アメリカ 12.2%、 イギリス 13.5%、 ドイツ 12.6%、 フランス 10.2% と主要国の中でダントツだと、こう指摘してますよ。それから法人税もですね、これもですね、日本の法人税は名目上 23.2% でありますが、表面税率ですね、しかし事実上は 17% 程度だと、こう言っております。ですからまさに表面税率だけを比較をしてですよ、全くですね、そんな世界的に比べ高いとかですね、そういうことは理由にならないと思ってます。ですから現在ですね、令和3年度の決算ではですね、法人所得はですね、実は租税特別措置とかですね、あるいはですね、子会社の益金の不参入とかですよ、そういうことを除けばですね、なんと法人の所得はですね、全体として99兆円もある。これからですね、マイナス24兆円を引いたその所得に対して課税をしてるんですよ。ですから高いなんてのは全く嘘です。それではその次いきます。3つ目でありますが、3つ目は多額の輸出免税還付金はなぜ公表されないのか、資料の5をご覧いただきたいと思います。これですね、令和5年度の予算額を見ていただきますと、国と地方の消費税の収納見込み額はですね、なんと40兆6703億円であります。還付見込み額は10兆6981億円であります。実にですね、先に触れたように戻し税ですね、還付金は 26.3% に上ります。これは誰にとって嬉しいことなのか、悲しいことなのかですね、皆さんよく判断してみてください。財務省はこれを世界標準だとばかり答えてですね、実は総額さえですね、平成元年分から公表しておりません。何かやましいことがあるんではないかと疑わざるを得ません。大村氏によればですね、輸出大企業はですね、仕入れ税額を実際にはですね、仕入れ先に支払ってないではないのかと、こう言っております。輸出免税還付金をそれで支払ってないのに実は受け取っていると、こう指摘しておりますが、これが本当な
ならこれ犯罪ですよ。これ大村君が言っております。まさにですね、こういうことはないんですか。杉沢主税局長、お答え申し上げます。消費税の輸出還付でございますが、消費税の仕組みは売上にかかる消費税額から、仕入れにかかる消費税額を引くということでございまして、仕入れの税額が超過する場合に還付が起こるわけでございますが、その原因が輸出取引なのか、あるいは単にこの設備投資を行って国内で販売を行った結果還付が生じたのかということは、区分して経理を行うような制度になってございませんので、公表はしていないということでございます。福田昭夫局長言ってるでしょ。こういうふうに輸出大企業が仕入れるときに消費税をちゃんと払ってるか払ってないか、払ってなければ払ってない、あれ払ってれば払ってるって言ってくれればいいんですよ。それだけの話ですよ。なんでそんな難しいことを言うんですか。それではですね、次4つ目でありますが、4つ目は消費税が日本を衰退させているということであります。これもですね、第3点までまとめて伺いますけれども、丸1、消費税を増税すれば必ず景気が冷え込む。資料の6でご覧ください。これは日銀短観と新金中央金庫の景況調査をですね、重ね合わせたものです。これを見ればですね、実は世界経済が激しく動く中で、消費税の新設が、あるいは消費増税がですね、日本の景気をいかに冷え込ませてきたか、一目瞭然であります。消費税は1回の支払いでは大した影響はありませんけれども、長期間で見れば確実に家計に影響を与えるものであります。消費税を上げれば消費が冷え込む。実際に今までもそうなってきました。消費が冷え込めば景気が落ち込む。消費税の導入以来ずっと悪循環の繰り返しであります。消費税は確実に国民の懐を痛め、経済力を衰退させてきました。で、第2点、消費税が格差社会を作るであります。消費税の最大の欠陥の一つは、大村君が指摘しておりますが、貧しい人ほど収入における負担率が高くなるという逆進性がある。貯金という逃げ道のない人を狙ってでかける税金、それが消費税である。もし消費税が税収の柱になってしまえばですね、もうなっておりますけどね、今のところもうすでになっておりますが、金持ちはどんどん金持ちになって、貧乏人はどんどん貧乏になる。格差社会という言葉が使われ始めたのは消費税が導入されてからである。消費税が導入される前は日本は1億超中流社会と言われていた。格差社会にはいろいろな要因があるが、消費税が一つの大きな要因であることは間違いない、こう言っております。第3点、消費税は少子高齢化の一因にもなっている。消費税は消費が多い世帯ほど収入における負担割合が大きくなる。それは子育てをしている世帯といえる。子育て世代は児童手当をですね、支給されているけれども、児童手当を受けている子どもは税金の扶養控除が受けられないので差し引きマイナスになってしまうと、こんな指摘をしておりますが、これは本当かどうか答えてください。公益財団法人の、ワンモアベビー応援団の既婚男女3000名に対する2018年のアンケート調査では、子どもが2人以上欲しいと答えた人は全体の約7割に達しているが、しかしながら 74.3% の人が経済的な理由などで2人目の壁が存在していて産むことができない。さらにサラリーマンの給料はこの20年で20ポイント以上下がっているのに、消費増税や社会保険料の負担増が続いている。少子化のこれが原因になっている。また非正規雇用の男性の既婚者は1割しか、結婚している人は1割しかいない。結婚できない男性が増えている。これらのことを考えれば、これは経団連も深く反省をしなきゃならない。このように指摘しておりますが、財務省はこの児童手当どうなんですか。児童手当を出されている人は扶養控除が受けられないんですか。どうなんですか。住沢市税局、お答え申し上げます。消費税につきましては、社会保障給付という形で家計に還元されておりますので、負担の面だけに着目して経済への影響を論じることは適切でないというふうに考えております。また今お尋ねの児童手当と扶養控除の関係でございますが、控除から手当という考え方の下で、中学生までの年少扶養控除を廃止いたしまして、児童手当の拡充が行われたわけでございます。ただし多くの子育て世帯におきましては適用される税率が 10% 以下というのが現状でございますので、実際上は児童手当をもらえる額の方が年少扶養控除が廃止された効果よりも大きいというのが実情でございます。福田昭夫君、じゃあこれは大村君の指摘の方が違っているということですかね。後でよく確認をさせていただきます。それでは次にですね、時間がどんどんなくなってきますので早くいきますが、やはり眼鏡は財務省だと、財源はいくらでもある。
というのは本当かという話であります。一つ目のですね、消費税の本丸は財務省が本当かということであります。第1点からですね、第4点まで続けてお伺いします。財務省のキャリア官僚も消費税利権を持って、消費税推進のラストボスはですね、政治家ではない、財務省のキャリア官僚であり、消費税利権を持っていると言われている。キャリア官僚が消費税の増税で利益を得るというと、それは彼らの天下り先に利益をもたらすものである。天下り先が潤うことで、財務省のキャリア官僚たちは間接的に実利を得ることができる。キャリア官僚のほとんどは退職後、日本の超一流企業に天下っている。キャリア官僚たちは将来必ず大企業の厄介になる。そのため大企業に利するのは結局自分たちに利するということなのであるということで、大村氏は指摘をしております。今このことについてはね、天下りについては立憲民主党が各省庁に調査を依頼しておりますので、その結果を待ちたいとこう思っております。第2点、財務省の持つ巨大な国家権力についてであります。財務省はですね、まさに予算権と徴税権、国税庁を、ね、従えて徴税権を持って、これではですね、国民も企業も財務省の言うことを聞くことになると、こう指摘しております。細かくはね、6点挙げてるんですが、今指摘はしません。第3点、消費税は財務省の権力維持のための安定財源だということであります。お金を持っているから周りの人がですね、言うことを聞く。だから安定的な税収の確保は財務官僚にとって至上命題となっている。財務省が強力に消費税を推奨してきた理由もここにあると指摘しております。これはですね、本当かということであります。そして4点目、消費税 19% にが財務省の野望だということであります。大村氏は非常に視野の狭い、知るの浅い財務官僚なのだが、こともあろうに今後消費税、今 10% でありますが、さらに消費税をOECD にまで勧告させて 19% まで上げたいと考えているが、本当かということであります。ぜひこのことについてですね、簡潔に答えてください。財務省青木大臣官房長。お答え申し上げます。まずは国家公務員の再就職につきまして、ご質問ございましたが、国家公務員法におきまして厳格な再就職規制が設けられておりまして、第三者機関である再就職等監視委員会がこれらの規制の遵守状況を監視しております。財務省では国家公務員法に基づく再就職規制にのっとり適切に対応しているものと承知しております。それからですね、歳出歳入につきまして ご質問がございましたけれども、予算および税制につきましては、財政民主主義および租税法律主義に基づきまして国会でのご審議ご承認をいただいております。また国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐという組織理念のもと、国民納税者の視点に立って日々職務に当たっておるところでございます。住沢市税局。消費税率についてのご質問ですが、将来の消費税のあり方につきましては総理が当面触れることはないとおっしゃっているように、現時点で政府としても財務省としても具体的な検討を行っていることはございません。福田昭夫君。はい、それでは時間がなくなってきましたので、質問よりはね、こっちから指摘をしておきたいと思ってます。でですね、まず先ほどの話ですが、私昨年だったかな、一昨年ね、有名な大学の御用学者の講演を聞いた後にね、聞いたんですよ。いや、消費税 30% にしても財政健全化はできないよと有名な先生が言ってるんですよって話したら、すぐさまですよ、いや 20% で大丈夫です、こう答えましたからね、財務省の腹がすぐ読める話でありました。ところで2つ目ですけどね、消費税の最大の欠点は物価が上がることだということに言っております。でこれについてはですね、実は消費税は大蔵省のキャリア官僚がフランス旅行庁にフランスの間接税を見て思いつきで作った税金だ、それは税務の世界では有名な話だそうであります。その消費税の最大の欠点は物価が上がるということであります。そして3つ目ですね、消費税の代わりの財源はいくらでもあるというのは本当かという話であります。あと5分ですね。じゃあちゃんとさっさと進めていきますね。で第1点はですね、法人税富裕層の所得税を増税しても景気には全く影響しないという指摘があります。その通りだと私も思います。でさらに2点目、企業はあまりあるほどの内部留保資金を持っている。まさにすごい内部留保資金を今持ってますね。それから第3点、富裕層の資産も膨れ上がっているっていう、これもまさにすごいですね。これについてはそれぞれ簡潔に平成元年度と、消費税を作った平成元年度とね、それから現在地の新しい数字でですね、金額がどれぐらいになっているのか、そしてそれは何倍になっているのか、その辺をお答えください。江島財務政策研究所長。企業の内部留保についてのお尋ねがございました。法人企業統計におけるいわゆる内部留保の金額ですが、平成元年度では約116兆円、直近の令和3年度では約516兆円となり、この間で約400兆円増加しております。福田昭夫君。答えちゃった、次答えてください。次日銀か。
日本銀行大谷調査統計局長。お答えいたします。消費税が導入された平成元年4月1日直前の3月末の家計の金融資産残高であります926兆円、足元平成令和4年12月末でありますけれども2023兆円ということで、1097兆円増加してございます。福田昭夫君。財務省研究所ですかね。これね、銀行保険業が入ってないでしょ。これは銀行保険業を入れて数字を教えてください。江島研究所長。お答えいたします。今お尋ねの金融保険業を含むケースについては平成20年度以降発表しておりますが、足元の数字で令和3年の末で金融保険業を含む全産業では585兆で約586兆円となっております。福田昭夫君。ゼミですね、マスコミ発表するときにですね、銀行保険業を入れたね、この内部留保資金を発表してくださいね。それは調査時点が後からだったっつんで、最初からのと比較できないからっていう理由を言われましたけど、だって GDP の計算だってね、途中で統計方法を変えれば新しい基準に基づいて発表してるんじゃないですか。ですから国民をね、やっぱり惑わすようなことないようにしっかり研究所なんだから発表してください。マスコミにはそれを書かせるようにしてください。江島総合政策研究所長。お答えいたします。法人企業統計公表の際に金融保険業を除くケースと合わせて含むケースもお示しをしております。なお先ほど私586兆円と申しましたが、ちょっと1兆円、586兆円のこと、585兆円の間違いでございます。大変失礼。福田昭夫君。それではですね、4つ目でありますが、今申し上げたようにね、それこそ法人企業もそれから富裕層もしっかりお金持ってるわけですから、彼らにね、これから何もこの内部留保資金に課税するっていうんじゃなくて、これから毎年毎年発生するんですよ、所得が。この人たちはそういう人たちにね、しっかり応分の負担、能力に応じて負担をしていただくということで税金は増えてきますよ、鈴木大臣。それでは4つ目ですけどね、国の財政システムを大修繕をするべきとのこの大村君の提言でありますけれども、私もそのように思っております。で、大蔵省のキャリア官僚の思いつきで創設された消費税でですね、我々のこの素晴らしい日本が滅亡していいのかということであります。アインシュタインでさえですよ、地球が滅ぶとも日本人は最後に残したい、こう言ってるくらいの我々素晴らしいこの日本の国をですよ、こんなキャリア官僚がね、思いついた消費税でですね、この日本の国をダメにしたんじゃダメだと思ってます。それこそですね、今こそ次の世代に責任を持つべき我々が、今の財政システムの失敗の象徴である消費税を中心とする我が国の不公平な税制を抜本的に改革をして、次の世代が夢と希望を持てる世の中を作り出すべきではないかと思っております。鈴木大臣どうですか。実質賃金は13ヶ月連続マイナスであります。当分の間消費税を 5% に引き下げませんか。財務大臣お願いいたします。鈴木財務大臣。岸田内閣の閣僚として申し上げますと、岸田総理も当分の間、失礼いたしました、しばらくですね、消費税には触らないと、こういう趣旨のお話をされております。従いまして今消費税を下げるということについて具体的に考えているものはありません。福田昭夫君。じゃあ時間が来たからやめますが、資料の7を後で読んでください。誰に消費税を支払わせるのかということであります。それはもう単税力と税金を払えるだけの資力があるかどうか、そして欧米では単税力があるものにしか税金はかけないというのが大原則である。しかし日本はそれが忘れられているということでありまして、原点に戻ることが大事だということを訴えて私の質問を終わります。以上です。